知らず知らずのうちに、多分みどりさんはそういういろんな声がね、聞こえたりとか感じることができたりとかあったと思うんですけれども、いつからこういろんな方のためにっていうことで活動され始めたんですか？きっかけはですね、交通事故にあったことがきっかけでした。あ、それなんですね。はい、でそれまでは本当に専業主婦だった時もありますし、パート主婦だった時もあったんです。でも何をしてもどうしてもうまくいかなくて、このままでいいのかなと思っていた時に車に轢かれたんです。あ、そうなんですね。で幸いに大きな怪我はなかったんですけれども、それを別の SNS なんですけど投稿したんですね。はい。その事故にあったんだけれども怪我しなかったっていう投稿を見てくださった方がいて、その方が私に連絡をしてくださって、その方が今の霊媒の先生の奥様だったんですよね。でそういうところのご縁から修行して勉強させていただいて、霊媒師としてお仕事をするようになりました。あ、そうなんですね。じゃあまあこの事故っていうのが一つのきっかけにはなったんだと思うんですけれど、ね、もともと多分私たち多分ね、この動画とかライブとか見てくださってる方ね、人ってそれぞれ、まあ五感ですよね。見る、聞く、触る、ね、味わう、感じるっていう感覚、5つの感覚の他に、まあ第6感と呼ばれているシックスセンスであったりっていうね、感覚がそれぞれ持っていて、皆さん持っているものなんだけれど、それを、なんて言うんでしょうね、人によってはそれが怖い、感じるのが怖いって言って、ちょっと閉じ込めてしまったりとか、あとはこう自分で意識をしていなくってっていうことがあったりとかすると思うんですけれど、みどりさんの場合はじゃあその結構事故がきっかけで、まあそこからもともと持っていたものが開花したっていう感じでしょうかね。はい、今まさに沙織先生おっしゃった通り、私自身がこの見えない世界を仕事にするっていうことにすごくメンタルブロックがあったんです。なのでこう普通になりたかったんですよね。普通の会社員、普通の主婦、そういうのに憧れていたんですけれども、その蓋を外すことができたら本当に自然と受け入れられるようになりました。あ、そうなんですね。もうね、私出会った時はもう今のみどりさんの状態になっていたので、そのね、事故の前の段階のね、みどりさんをね、ちょっと存じ上げないので、もうね、もともとそういうね、能力がもう小さい時から自分の中で感じていて、それをもう自然に体感しながら現在に至っていたのかななんて思っていたんですけれど、ね、やっぱりそういうブロックとか、ね、人ってあると思うので、ね、そこがやっぱりその、ね、引っかかりみたいなのが取り払われたっていう感じなんですね。はい、そうなんです。なので、私の母も見える人なので、もともとはやっぱりそういう力があって、ただ自分では蓋をしていたっていうのが私の最初の40年ぐらいです。あ、そうなんですね。それを伝えてしまうと大体の年齢が出てしまうかもしれないんですけれど、もう全然ね、言わなければね、もうね、本当にね、お若くいらっしゃるのでね、素敵なので、あれですけれど、ね、確か青森出身なんですよね。はい、そうなんです。青森とかだとやっぱりね、イメージ的にいた子さんとか、イメージがね、強いですし、やっぱりね、そういう方も多いね、土地柄だったりとか、ね、されるっていうのもあるのかもしれないですね。はい。で、家系もそうなんです、実は。あ、そうなんですね。もう、じゃあ、代々、その血が、なんていうの、引き継がれていて、まあ、それをちょっと、まあ、最初の頃は抑えていた感じなのが、今、こう、開いて、皆さんのために、そのお力を、ちょっとね、使われていらっしゃるのかなっていう感じでしょうかね。はい、そうです。みどりさんはどちらかっていうと、降りてくる。降りてくる。あとは、下ろしてきますね。意図的にここを下ろしちゃう感じですかね。あ、つながる感じですもんね。